はいさーい。はいさーい。はいさーい。ちょっと制作止めてもらって。小江さんがミッションから帰ってきました。英語カフェに行ってきました。何時から行ってた？1時間行ってました。2時から？2時…いや…でも痛かったさ、ここに2時に俺来たけど痛かったよ。だから2時前ぐらいに行って、カメラ撮ってきたの最初に1時間ぐらい、1時ぐらいにこっち来てた。猫カフェ行って、猫昆虫…何だったかな、猫昆虫、猫昆虫カフェのやつ。ちゃんと行くまでの動画撮ってたんですよ。撮ってた？スマホで？うん。じゃあそれもワイプでどっかに。ピンマイク持ってったらよかった。ヤンソーレ。そのミッションを行く前に与えてたの、小林さんに。そのカフェ行くにあたっての？そう、行くにあたっての。いや、まずはとりあえず撮影 OK してもらえないとさ。一応こんなカメラ持っていくからさ。確かに。で、あと一応そこもドキュメンタルとして回すから。はい。まず OK もらうってことと、その後に、まあ、めっちゃ撮る。で、ここもこれできたら今日も夕飯おごりますって言ったやつがあって、で、それは、出るときに、もう曲もこういう曲作ってるんだって。だから、BGM で。店内で。店内で。かけて。もうここまで言えたら、あなたは営業マンとして完璧ですと。確かに。ね。で、それでね、少しでもちょっとずつ、こう、猫好きたちが集まる場所だから、そこで、流れてさえ来るよ。そう。で、どうだったのかを、の答え合わせ。俺まだ聞いてないから。一つ目が、じゃあその撮影の許可取り？うん。まあ、許可は電話して、撮りました、ちゃんと。撮ったんで、ちゃんと、俺らの猫赤見せて、俺らもこういうのやってて、こういう動画を中心に撮ってるんですって説明して、で曲もこれ専用に作っててって話したんですけど、あっちはラジオをかけるらしくて、店内でカセットラジオをかけるらしくて流すものがないと。なるほど、なるほどね。曲流しは一応保証は。それってどこの時点で、アポ取りの時点でそういう話してる。まあ、だから有線とかっていけたんですよ、結局。有線とかだったら結局つないで携帯とかから何で、何とかでも流してやれればよかったんですよ。それは電話越しの話して。あ、行ってから。あ、じゃあ撮影許可はもうすでに降りたんだ。そう。あ、じゃあ、ね、全然そのこの SNS 使っても OK。 SNS も OK。 ハッシュタグだから、俺から一応条件としてハッシュタグだけつけさせてもらいますって。なんでそっちが条件出したの？逆だろ。店側がそれ、条件出してくるの。ありがとうございます。じゃあ、自分たちの方でも、ハッシュタグの方だけつけさせてもらうんで、それだけ許可いただければって。なんか、立場逆転しる。で、素材もじゃあ撮ってて。素材も撮ってて。ここまで今完璧じゃん、2つ。最後ですね。まあだから、あれよね、そもそも BGM としてそうサブスクの曲が流せる店じゃなかったってことですよね。でもハッシュタグ結構でかいと思う。なかなか。どういうハッシュタグ？アシャカランドのハッシュタグ？いや、ニャンソーレ。そのニャンソーレの感想はどう？めっちゃよかった。めっちゃよかった。お客さんは？俺一人。1時間貸し切りです。いや、俺が入った時点で一人お客さん帰りよったんですよ。なんで？あの、その時点でじゃあ一人。その時点で案内されたのも一人。30分、10分、20分ぐらいマジで店員さんと喋ってて。店員さんと喋ってたんですよ。めっちゃでかいっすね、みんな猫。結構ガタイっすね。向こうも思ってたんで、こうやって。俺に。でかいっすね。ガタイっすね。めちゃめちゃガタイっすね。じゃあ、俺、ちゃんと説明としては、ミュージシャンじゃなくて写真家っつって。怖いって。なんで？それで写真家なんですけど。なんでそこで嘘つくの？意味わかんないやろ。写真家として行った。写真家として。写真家としてお邪魔した。猫カフェに。なるほど、ね。それで曲も作って。曲も作ってるんで、自分たち曲作って、アカウント作って、こういうアカウント運営してますって。写真家だけど曲も作ってる写真家。多分あっちも忘れてる。忘れくらい。そんな老人なの？いや、お姉さん。俺の1個上ぐらい。それ、大体でしょ。大体1個上っぽいなって思ってるだけでしょ。
うーん、え、でも今日日曜日だよ、日曜日だよね、日曜日、うん、いや日曜日のこの昼の時間結局カフェなんで、フードとか出してるお店じゃない。あ、結構いたね、こう結構まあまあいたっすよ、ちゃんと1階、2階とかも1階っすな、何匹ぐらいに12とかいたんじゃん、全部やっぱいい、いい猫、そう、めっちゃいい猫、手で行き届いてんだ、手でちゃんと行き届いてるけど、一応そのなんか可愛いバズりそうな素材撮れた店員さんに猫とじゃれてる写真を撮らせてくださいって言ったけどよかったなと。あ、自分がでもそれさ、このカメラをさ、こう三脚で持って置いてらなかった。これ持ってけばよかったの。これ足持ってかんかった。あ、そういうことだ。ああ、本体だけ持てる。店員を写しとけばよかったなって。ダメでしょ、店員は。そうそう、これはダメでしょ。使いよ、店員はダメでしょ。肖像画っていうか、モザイクかけないといけなくて。確かに。でもマスクしてたよ。ああ、あったらいけるのかな。いえ、それはそれで、別の交渉が必要だ。聞いて。あ、撮影 OK ですか、 ですか、なんか映っていいですかって。映ってほしくないとこはないですかと、店員さん一人一人映して大丈夫ですかと、あと、餌あげてほしくない猫いますかって。あ、餌あげられるんだ。12匹ダイエット中ですって言われます。猫もダイエットする、猫飼ってんだっけ。シニアな感じ。まさか猫カフェでも猫のお尻パンパン しなかったやつ、ね、ずっとしてた。やっていいもんな、わかんない。あれは気持ちいい猫と嫌がる猫、嫌がる猫、好きな人にやられたらめっちゃ嫌がる、好きな人にやられたら。あれってさ、その、ね、猫気持ちいいかもしれんけど、傍から見たらパンパンめっちゃケツ叩いてるじゃん。そんなことない。これぐらい。いや、小枝さん強い、強いシャッ、弱い、弱い、マジでよかった。次も行きたいじゃん。次も行く。行くんだ。では、どんどん行こうぜ。猫カフェ。猫カフェもそうだし、多分店員さんにも会いたい。でもよかったさ。久々に外部の知らない人とコミュニケーション取れた。猫をきっかけにね。確かに。旗から見たから結構面白かったと思うんです。何が？だって結構あの浮島のと出口だから、結構あの下駄お姉ちゃんたちがいたと思うんだけど、死に笑われて。絶対小枝さん見て笑ってんじゃなくて、猫かわいいなって笑ってんじゃん。変な体勢だった。なんか怖そうな体勢。プロ写真家だから。1時間も入れたんだ。じゃ結構居心地よかったってこと。1時間ずっと撮ってたっすよ。さすがだね。永遠撮ってたっすよ。え、デザートも食べながら、コーヒーも飲みながら。終わってデザート食って帰ってた。終わってか食べた。すごいね、プロだ。プロの写真家。そうだから、ケンジさん来る前に一応行く前も撮って、まあミッションと、あとはマジでこの猫が配信、今配信したで130何回ぐらいしか聞かれてない状況から、この何 PR の仕方で果たしてどこまで伸びていくのかを本当に一応見していこうと思った。純コアの数字もの現状も見して、とりあえずもう今日室内猫取れたんで今度は野良猫むずいと思う。王子もめちゃめちゃいるよ。野良猫行くんだったら結構ズームレンズの方がいいと思う。単焦点、うん、単焦点じゃなくてもっと遠くから寄れるこのビデオカメラとかの方がいいんだよ。あっていうので、まず別にこれは猫に限らないんだけど、3つの方法で PR、 その1つはまず自分なんかのメンバーのインスタとグループのインスタでちゃんと毎日みんなの目につくようにして、少しでもそこから数人でも周りから聞いてもらえる人を増やすってのと、まあ、2個目が広告的ショート動画を使って集める。で、3つ目が体当たり。その猫インフルエンサー的な。俺の番号で作ってるか分からんけど、猫アカは海外の人からしか言えないです。どんなアカウントだったの？俺のアカウントで作ってるから。俺の電話番号で作ってるから。あ、そうそう。一回バンされたよ。インスタは全部海外の人。インスタは海外？別に海外の電話番号でもないし。だから俺の電話番号で、俺のアカウントでめちゃめちゃ海外の人フォローしてるから。そういうことね。猫になっても、リークが海外になってる。たまたまじゃん。だとそこは紐づかないんじゃない。でもまあさ、そこはさ、日本でも海外でもどっちもでもいいかなって、うん、普通に多分人間みんな犬派か猫派みたいな感じじゃない。まあ確かに。あとその何
ちょっとこの目標を立てようと思って、今サブスクやった配信し始めて、このチャット GPT に聞いたの。その月1万稼ぐにはどれぐらい再生されたらいいのか。Spotify とか Apple Music とかで単価違うんだけど、Spotify だったら月最低14,286回再生、再生の単価が違うから、うん、最高は23,810回再生されると1万円。23,800、1万円。0.5 円ぐらいの。で、Apple Music がちょっと高い、ね、単価が。最低が9,174回。で、最高が12,821回か。Apple Music が高い。3万再生されれば儲けられる。そう。だから。これ24時間再生しっぱなしにしてたらどうなの？だからそれもできる。60秒かける60分かける24。60かける60かける24。8万6400秒で180だから。1日回しっぱで480回になる。約1日回しっぱで480回だから、1ヶ月ずっと回し続けたら30かけるから。1万4000回の話。そう、だから、ちょっとその、何もう YouTube も始めるから。確かに。俺らの商品をどんどんお金が落ちていくシステムを作っていこう。これって一発目？何が？この、あの動画。3発目。3発目？ 3 発目くらいの。今の動画って、ああ、これもう4発目っすね。4発目。流れ的に言うと。まあ別に。シャープ4ぐらいなんだ。そう、だから、まあ、とりあえずその何こんな感じでパンパンっていつものコミュニケーション撮影して、で、それを記録として毎日。うん、本当に面白いと思う。その、何後で回収して見るの。確かに。いや、本当にこの作戦がこう、大成功した時の。確かに。裏と。成功した。確かに。確かに。